消費税、これ絶対上がります、このままだったら、消費税上げたい理由は何かといったら、自分たちの応援者にとってプラスになる税金だからですよ、何かといったら資本化です、消費税上げれば上げるほど、法人税下げ続けることになりますから、これセットです、消費税が始まった時からそういう立てつけになってる、経団連の提言、2012年に出されたものを見てみても、消費税率を2025年度までに19%まで上げろと。 一方で法人税実行税率は毎年1%ずつ引き下げだと。だから消費税誰のために取ってるんですかって言ったら、皆さんの社会保障をうんぬんじゃないってことです。一部しか使ってないってこと。今、岸田さんがやっていっていること、圧倒的に資本家たちを勝たしていくための道筋が次々に敷かれていっている途中だというふうに思っていただいていいと思います。岸田さんになる前からそれは進んでいたってことを見ていただきます。消費税5%に上がった年から2018年までの間、企業の売り上げほとんど横ばいなんですよ。で、 経常利益は3倍なんですどうして売上ほとんど変わんないのに経常利益は3倍になんのっておかしな話でしょ削ってるところがあるからできるわけですねはい従業員給与も1997年を100にした場合ですから2018年では78まで減ってると賃金上がってないでしょ下がりっぱなしでしょ他にも設備投資未来への投資これも削り続けてると 自分たちの利益を上げていくためには、無駄と思われるものはどんどん削っていくんだと、無駄と思われるものは何なんだ、人間だ、無駄と言われるものは何なんだ、未来への投資だ、そういう話なんですよ、イノベーションもクソもあるわけないだろうってことなんですよ、そんなことになると、目の前の金だけ、今だけなんですよね、そういうことを続けさせているっていうのが、これまでの自民党政権、消費税ね、先ほど見ていただきましたけれども、経団連でさえも19%まで上げろってことはもう明言してるし、25%っていう数字も出てきてる、要は彼らに迷惑かけたくないわけですよ、資本家たちには。 組織費だったり企業献金で応援してもらってるから。マイナンバー何に使うんですか一体。税逃れしてる金持ちたち、ここに対してしっかりとお金を取っていくつもりだったら、これに限ってはやってもいいんじゃないかと思います。でもやらないでしょだって、資本家の味方なんだから、金持ちの味方なんだから、この数十年の間、日本にお金が回らなくなったということは、その金持ちに対して資本家に対して特別減税をし続けて、穴埋めに皆さんから絞り取ってきたということが一番の原因ですよね。この国の不況を作り出したってこと。 そんな者たちがマイナンバーでその所得をしっかりと把握しながら金持ちたちからより絞り取ろうなんて考えてませんよつまり何かっつったら絞り取る時には何とか生きてる皆さんから絞り取っていくっていうことがまず念頭にあるでしょうマイナンバーの情報を使ってもしもそれで税を新たに絞り取っていくとするならばこの国において皆さんと政治の間に信頼関係ありますか政治を信頼してる人ってどれぐらいいます いろんなものと紐付けていきながら皆さんの個人情報っていうものを集積していってこれを企業に利活用させるっていうのが一番の目的なんですよあなたの個人情報は金になるからそれを考えただけでも私は丘と違いだと思ってますそういうものを全員に背番号をつけてやること自体がその目的は何なのかこの国から格差をなくすためにそういった税の徴収こういうものをしっかりとあるところからちゃんともらっていこうぜっていうようなバランスを取るためであるならば私はそこに賛成したいけれどもそうではない 皆さんの個人情報を吸い上げていきながら、自分たちとつながりのあるものたちに利活用させていきながら、さらに金持ちになっていってもらう。それちょっと私、行政がやっていい、国がやっていいことじゃないと思いますよ。そういった意味でも、私はそれに対して否定的でありますね。当然、マイナンバーっていう審議、これまで何度も行われてるんですけど、私がいた内閣委員会でも何度もそれは審議されてるんですけど、今の政府に対して、政治に対して信頼関係がないのに、個人情報だけ盗み出すなんてなしだろって。個人情報の保護でさえもまだしっかりしてないのにって。 せめてヨーロッパ基準ぐらいの個人情報の守られ方というものが担保されているんだったら別ですけどそこには日本は届いていないわけですよねだとするならばそういうことは許しちゃいけないとは思いますけどこれ進んでいってます結局マイナンバーがなければ何もできないというような状況にしていけばみんながマイナンバーカードを持つようになるという考え方ですよねある意味の強制性をゆっくりとやっていってるってところだと思いますすいませんありがとうございます